はい、シャツチューンチャンネルです。今回はですね、イオンモバイルタイプ2を使用しまして、2ヶ月間経過しました。その間の使用感レビューをしてみたいと思います。実はこのイオンモバイルの前には、まあ、皆さんよくご存知かもしれませんが、僕はね、ロケットモバイルを契約していました。ロケットモバイル紙プラン。月額298円でね、200kbps、定額無制限で使えるプランだったんですけれども、やっぱりね、しばらく使っていくうちに、だんだん速度がね、遅くなってしまってね、解約しちゃったんです。まあ、この辺はね、格安SIMの宿命というところで。現在はね、少し速度が回復しているような、情報もいただいてるんですけどもね、僕の方ではね、ちょっとまだその辺確認をしてはおりません。はい。ちょっとまあ話で脱線しましたけれども。で、このイオンモバイルね、使って2ヶ月間、どうだったか。というところをお話ししましょう。僕のね、契約したプランというのは、まあ、最初に言ったように、イオンモバイルのタイプ2。こちらはデータ通信だけのプランになるんですけれども、月額480円のプランですね。1GB のね、高速通信がついております。これはね、イオンモバイルの公式サイト、ブラウザ上でね、速度を切り替えることができます。そして、余った通信量は翌月1ヶ月間までは繰り越しができます。これなかなか便利ですね。いざという時に高速通信が使えるので、なかなか良かったです。まず肝心のね、通信速度、どんな感じか。ちょっとまあ速度チェッカーをね、まあ、一応使ってみますか。僕はあまりね、こういうの信用してはないんですけども、今このスマートフォンの中にね、イオンモバイルの SIM が入っております。時刻は午前11時5分です。まあ、そんなに混雑する時間帯ではありませんけどね。これでまあ大体どんなもんかというのをちょっと見ていただきましょうかね。こうやればいいかな。140kbps、180、230kb、240kb、280kb、280kbps がダウンロードになりますね。さあ、上り。上りがあんま速くないですね。上りが遅いですね。上がってこない、上がってこない。全然上がってこない。まあ、ちょろっと最後の方 180kbps なりましたけども。はい。ピングの方は61ですね。はい。という数値出ました。はい。この通りですね。ピング61。ダウンロード 280kbps。アップロードは 180kbps。とのことです。はい。体感的に言って、まあ、こんな感じかなというところはします。はい。結構ね、数値、なんかね、全然、出てる数値と、なんか体感が一致しないなという感じはします。するサービスもあるんですが、イオンモバイルに関しては、まあここに書いてある通りかなという感じ。200kbps プラスアルファぐらいは出てるよねという感じです。で、もう契約してね、こうやって2ヶ月経ちました。で、イオンモバイルのタイプ2、サービス開始はね、去年の暮れからなってますから、だからもう3ヶ月は経過してるわけですね。なんですけども、実はね、ほとんど速度低下は感じないです。非常にいいですね。まあ、ロケットモバイルみたいに、だんだん、なんか日によって極端に速度が遅いよとかいうこともないし、最後の方はちょっとなーっていうところはないです。だいたいもうほとんどブラウジングも OK ですし、YouTube の動画、まあ、低画質ですけどね、見れます。やっぱりね、朝、混雑時間帯ですね、朝8時、それからお昼12時、で夜7時、この時間帯はさすがにね、動画のスピードも遅くなりますが、まあでも使えるよねという感じ、本当にね、混雑時、ピークはちょっと遅いかなというふうなのもありますけども、僕の生活環境下では、まあ、待てば使えると思って、で待てる余裕があるんでね、問題はありません。ただこの時間帯に絶対使いたいという人にはちょっと向いてないかもしれないです。で正直なところ、あと高速通信に関してですが、これはもう結構早いですね。10Mbps、20Mbps ぐらいは出ます。もうダウンロード、アップロードともにね、ものすごい早いなと
という感じはします。まあ、具体的に今回ちょっとまあ計測はしませんけどね。うん、まあまあ結構、通信品質はいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、やっぱね、高速データ通信、実はもう毎回毎回余るんですよ。月末になってね、なんかちょっとまとめてこう、使い切っちゃえみたいな感じで使っている感じですかね。で、どういうことかというと、低速通信でね、十分賄えてるわけですよ。だから高速通信はね、使い切るってことがあんまりないということですね。結論から言いますとですね、この、格安、ね、ワンコインで契約できて、まあ、200kbps 無制限。まあ、しかも1ギガの高速通信がついてるということを考えると、イオンモバイル非常に良いプランじゃないかなと思います。ネックはね、事務手数料がちょっと高いっていうところですね。特に僕ネットで申し込んだんでね、3800円ぐらいかかっちゃいました。送料もかかるのでね、少し他社とは比べるとちょっとね、高めになります。店頭申し込みすればね、3240円だけでできるんですけどね。まあ、近くにイオンモバイルがない方はね、ネット申し込みすると、そういう金額になりますね。で、あとですね、ちょっと注意点。これ僕間違えちゃったんですよ。これ申し込みするときに、これが来るんですよね。APN 設定について、ここに書いてあるんですが、イオンモバイルタイプ1とタイプ2は全然違う通信会社になるんですよ。これタイプ1とタイプ2が同じ紙になっているというところ。なので、設定するときにね、この裏面と表面間違えないように気をつけてください。自分の契約するプランとね、同じもので。これはタイプ1だから違いますね。必ず僕のようなタイプ2を契約した人はこっち側で、このね、APN 設定。この N ハイフンから始まるね、イオンモバイルドットコムの APN。こちらを入れるようにしてくださいね。これ僕実はね、偉そうに説明していますけどね、僕も間違えちゃったんですよ。ねえ、こういうことがあるんでね、まあ、皆さんお気をつけてください。で、あともう一点は、非公式なんですけども、サードパーティー製の、オンオフスイッチの切り替え、高速通信の切り替えをアプリで行えるものがね、今出てます。公式ではございませんのでね、まあ、そのあたりはちょっとまあご注意していただければなと思います。僕もね、ちょっと一回使用感レビューをね、また別の動画で撮りたいと思いますので、その辺はね、また後ほど、公開いたします。てなわけでね、今回はイオンモバイルを使ってみて2ヶ月間、どんな感じだったかっていうのはね、お伝えしました。今現状2ヶ月使った感じは非常に良い通信プランじゃないかなと思います。